M982X カリバーは 155mm 口径の誘導砲弾である。射程が延長された。この砲弾は、冷戦音ミサイルシステムズ及び米システムズ AB により開発された。この GPS 誘導の砲弾は、友軍の兵員から 150m から 70m といった近接支援の状況でも用いることができる。 アメリカ合衆国では2015会計年度の計画予算19億3410万 US ドルにて7474発の取得を計画した。2015年9月、770発近くのエクスカリバーが戦闘で発射されている。エクスカリバーは従来の砲兵用砲弾を代替するための長射程兵器として開発され、より精度の改善された。 GPS 誘導を備えている。エクスカリバーは使用に応じて約4 0トルから5 7トルの射程を持ち、半数必中回はおよそ5ルから2 0ルである。射程延長は折りたたみ式の滑空翼により達成されたもので、これにより当車体は標的へと向かってこう描く弾道飛行の長部から滑空を行うことができる。 本弾薬はアメリカに拠点を置く、米セオンミサイルシステムズにより、誘導機構が、また、スウェーデンの企業である米システムズボフォースで弾からだ、基礎構造、弾道及び搭載内容が共同開発された。エクスカリバーは、標準的な弾薬の射程を超えた位置にある目標や、副次被害を最小限化するために投入される。これは、下方からの直射弾道が、 地形によって妨害される時や、有軍不評から範囲150メートル内の精密射撃に用いられる。この弾薬には多機能新艦が装備されており、空中炸裂、硬い地面での着発、もしくは目標内部へ貫徹してからの炸裂がプログラムできる。エクスカリバーの最初の実戦投入は2007年夏のイラクであり、 94%の砲弾が標的の金棒4メートルに着弾するという高度な成功を収めた。この性能は非常に強い印象を与え、アメリカ陸軍は以前の月間生産量18発から150発への生産の増強を計画した。2012年、エクスカリバーは戦闘中の新記録である射程 36km に到達した。 エクスカリバーと火砲との互換性は、イギリスの AS-90 自走砲、スウェーデン製のアーチャー自走榴弾砲、南アフリカの G6155mm 自走榴弾砲、アメリカ合衆国の M198155mm 榴弾砲、M777155mm 榴弾砲、M1955mm 自走榴弾砲、また、 ドイツの PZH2000 自走榴弾砲で確保されている。このシステムには3種類の派生型が存在している。当初の開発努力はインクリメント I に向けられていた。2013会計年度のマイルストーン C ではインクリメント2及び3につき2020年までに能力を実証できるよう定められた。エクスカリバーの開発計画が始まったのは1992年で、 ある。1997年5月の運用要求書では、射程を延長した無誘導弾薬を20万発要求しており、費用は4000ドルごと発と算出された。また1998年1月23日、テキサス・インストゥルメンツは最初のエンド契約を得た。2001年11月、内容は76,677発に切り下げられ、 その後速やかに6万1483発へと減少した。しかし、開発企業は1999年のカルギル紛争においてパキスタン側が構築したバンカーに対し、インド軍がロシア製のクラスのポール誘導砲弾を投入したという体験に後押しを受けていた。2004年3月、計画はスウェーデンとアメリカの合同計画として統合され、その内容は、 弾道を修正可能な弾薬を製造するというものだった。2004年9月の新しい運用要求書では、識別力のある弾薬バージョンが好まれたことから、ダピカムのクラスター爆弾バージョンが除去されており、計画に反映されていた。この年の後期、アメリカ陸軍では計画された、発注数を3万発へと減らした。2005年5月、500発の簡満な量産が、 承認され、レーセオンが2005年6月中に165発を量産するという契約を得た。発注費用は2210万ドルである。同年9月、この砲弾はアリゾナ州のユマ試験場にて実証試験に成功した。335発のエクスカリバー砲弾の量産、関連試験上行、また各サービスのため、レーセオンは4270万ドルの契約を 獲得した。2006年8月、環境感度と GPS 信号ロックに関する技術的な問題が発見され、期待されていた収益予定日を2007年の春へと延期させた。9月の試験では5メートルもしくはより良好な半数、必中回が示された。これは実際的な平均をとっている。M982 エクスカリバーの最小の 実戦投入は2007年5月5日、バグナット北部の反政府側拠点であることが疑われた家屋に対して行われた2008年、アフガニスタンにてアメリカ陸軍の砲兵が M982 エクスカリバー砲弾を射撃準備しているところインクリメントやマイナス1は2007年早期に試験を完了し、また同年四月にはアメリカ陸軍が緊急の物資放出を承認する。 ことで、イラクへの配備を強化した。エクスカリバーがイラクで最初に実戦射撃されたのは2007年5月である。2007年4月の実証試験では、インクリメントイヤー -2 が射程 40km を達成し、また7月には、アーミーアクイジションエグゼクティブがイヤー -2 の低止高度での量産に移行するという、マイルストーン C の決定を承認した。 2008年9月、冷オ音とアライアントテックシステムズの両社は、インクリメント IB を量産するための競争開発契約を得たが、2010年8月、最終的な製造契約は、冷静音が確保した。2009年3月のインクリメントイヤマイナス1、砲弾ロッシ社において、ハネウェル完成測定装置が、標準性能に達していないことが判明し、 そこでこれはアトランティックイナーシャルシステムズの供給する部品に交換された。2010年4月、アメリカ陸軍の計画していた発注数は3万発から6264発までさらに切り下げられた。これは砲弾の製造費用を十分増加させることとなり、ナン・マッカーディ改正による調査を引き起こした。通常、 南マッカーディ違反は計画の機能を示すが、2012年のラント報告では、単位原価の増加は製造数の削減により引き起こされたと結論した。最新化工の命中制度が改善されてきていることを理由とし、同様な効果を発揮する少量の砲弾が必要とされた。本弾薬はスウェーデンからアメリカドルにして5510万ドル相当の 財政支援を受けて開発されており、2010年に砲弾の供給を受けることを期待していた。オーストラリア陸軍では2007年10月に4000万ドル相当のエクスカリバー砲弾を発注しており、2008年4月、発注は5800万ドル相当の算定額に修正された。2008年の段階で砲弾費用は8万5000ドルだった。 2013会計年度において、アメリカ陸軍は1億に262万90ドル、すなわち5万3620ドル、初の費用により2287発のインクリメント IB 砲弾を要望した。しかし、この予算提供の一部は拒否される可能性があった。エクスカリバーの投入は、アメリカ軍地上部隊に航空機からの爆弾投下のようなものではなく、 旅団指揮官に有機的で天候状況による影響を受けることのない精密兵器を与えた。本弾薬は無誘導砲弾の大うリスクである副次被害や味方撃ちの脅威を排除し、市外環境での砲兵の有用性を呼び戻した。しばしば支援要請は、不評から50メートルしか離れておらず、また精度をより良好にすることは射撃に要求される弾数が、 より少なくなることを意味した。これは弾薬を供給する補給部隊にかけられた重い負担を軽減させる。アフガニスタンにおけるエクスカリバーは2008年2月に初めて投入された。2012年2月、アフガニスタンのヘルマンド州に配備されたアメリカ海兵隊所属の m 7 7 7 1 5 5トル流弾砲は一発のエクスカリバー砲弾の発射に用いられ、 海兵隊記録となる 36km の射程で、反政府組織の一団を殺害した。2012年12月、エクスカリバー IB 砲弾を低止高度で、初めて生産するため、レーセオンは5660万ドルの契約を受けた。2013年9月10日、レーセオンは、エクスカリバー IB 砲弾の第二ロットを製造するため、5400万ドルの契約を受けた。 エクスカリバー IB は、エクスカリバーいやいやいやマイナスによりも信頼性を改善し、さらに単位年価を安くしている。契約が結ばれた時点で690発以上のエクスカリバー砲弾が戦場に発射されていた。2014年2月、アメリカ陸軍とレーセオンは、全力生産の前に砲弾の性能と信頼性を確かめるため、試験目標に30発の エクスカリバー IB 砲弾を射撃した。砲弾はパラディン自走法及び m 七七七百百十五十五ミリメートル榴弾砲から発射され、その射程は七キロメートルから三十八キロメートルまでだった。各砲弾は目標から平均一六メートル以内に着弾した。一発のエクスカリバー砲弾は十発から五十発の無誘導砲弾の投入を必要とする標的に、 正確に着弾する。2014年4月3日、最後のエクスカリバーイヤ砲弾が組み立てられ、インクリメント IB への移行が合図された。6500発以上のイヤ砲弾が、アメリカ軍と海兵隊及びいくつかの国際的な、顧客に送られた。エクスカリバー IB に対する最初の実践的な、試験と評価は2014年5月に完了し、全力生産が、間近の計画を前進させた。 エクスカリバー IB の試験では着弾に失敗した範囲が平均で2メートル未満だった。2014年7月31日、レーセオンはエクスカリバー IB 砲弾の全力生産を開始するため5200万ドルの契約を受けた。2014年6月、レーセオンは20モードの GPS、SL 誘導システムを搭載するエクスカリバー S 砲弾の射撃試験に成功した。 この派生型は、レーザースポットトラッカーを、エクスカリバー IB 砲弾に組み込んでいる。試験内容は、LST の榴弾砲からの発射に耐える能力を確認することであり、また、GPS 座標によって準備動作に入り、それからレーザー照射装置が砲弾を目標へと誘導した。二0十五年九月、冷静音は、エクスカリバー n 五の実弾射撃と誘導飛行試験を、 実施した。これは1 5 5ミリメートル口径のエクスカリバー砲弾を駆逐艦と巡洋艦の艦載砲で用いるために1 2 7ミリメートルまで小型化するという自社資金で行われた研究である。海軍用の砲弾として選ばれたエクスカリバーの利点は地上配備の榴弾砲で培われた長年の戦場での成功と派生頭の共通性である。 エクスカリバー IB と N5 には70%の共通性があり、99%同一のソフトウェア、そして同じ誘導、広報装置を装備している。その主任務は沿岸にいる兵員の支援のため、陸上の目標に対して軍艦が精密に砲弾を撃てるようにすること、またより長射程かつ安価に高速戦闘艇を破壊することである。 関西されるマーク455インチ砲からの5インチ、無誘導砲弾は最大射程が2 4トルまた精密射撃の射程は1 5トルほどであるが、小型の巡航ミサイルを携行する戦闘点は2 8トルから3 7トル離れた位置から発射が可能である。陸上型のように、エクスカリバー N5 の誘導品は発射後に急速展開され、 砲弾を長距離滑空させる。この後、砲弾は目標直前で急落、標的へと滑降する。また、方針長に応じて射程が3 7トルから4 8トルまで延伸される。射程はロケット補助推進段下により増強されるものの、原価もより高くなる。起動中の目標を攻撃するため、大体のシーカー、例えば指示のために、 三着観測員を必要とするレーザー誘導や外部誘導を全く必要としないミリ波長のものが追加される可能性がある。M982 を採用した国家は青で表示。ありがとうございます。